朝日ちゃん、レッスン室空いてるって。今度のやつ一緒に練習しない？ああ、冬子ちゃんの後ろで踊るやつっすか？それそれ、サプライズで出るやつ。冬子ちゃんも後から来てくれるって。いや、いいっす、他にやることあるっすから。うん、そっか、オッケー、やること終わったら来てもいいからね。はいっす。あ、早く行くっすよ。おお、そうだね。バイバイ、朝日ちゃん。おはよう。ん？メイ一人？うん、おはよう。そうそう、朝日ちゃん、なんかやることあんだって。そう、まああいつならもう振りは入ってるでしょうけど。それはそうだね。どうしたの？あの感じ、多分なんか秘密にしてるね。あいつが？なんでまた？それはわかんないんだけどさ、あのコソコソした感じ、弟が隠し事してるっぽい時に超似てるんだよね。なにそれ。あー、そういえば。おはようございます。おう、おはよす、冬子ちゃん。確かにちょっと変な時あったわ。うちプロデューサーに聞いてみるわ。え、そこまで？大丈夫でしょう。けどなんか気になるじゃん。おお、なんか秘密の特訓してるんだって。特訓ならまあ、もしかしてなんだけど、今度のライブってサプライズな感じだから、ダンスでもそういうのしたい系だったり、例えばいつもと変えちゃうみたいな。ああ、ありえるかも。冬たちにまで隠す必要はない気もするけど。そこはほら、敵をなんとかするにはまずみたいなの。敵を欺くにはまず味方から。それそれ。まあいいわ、そろそろ練習しましょう。へいへい。けど、そっか、うちもちょっと違う感じ意識してみよっかな。これで別人に見えるっすかね。あ、撮る向き間違えたっす。ん？誰かいる？もしかしてまだ練習してる？つまんないっすね。おお、でっかい。あ、
そうだ。うん、何やってんのあいつ。朝日。ふゆこちゃん。見てたっすか。ん？何が？私がしてたことっす。暗くてよく見えなかったわよ。そんなことより時間、もう遅いんだから帰るわよ。じゃない、何時だと思ってんの。もう、ふゆこちゃん見てないっすよね。何にも見てないってば。よろしくお願いします。喉乾いたっす。うん、メイちゃんどうかした。朝日ちゃんのダンスいつもと同じだった。私の予想外れだったかも。ふゆこちゃんはそう思わなかった。どうだろ。朝日ちゃん、腕につけてるやつちょっとずれてるかも。うん、ありがとうっす。メイちゃん、ちゃんと私に見えないっすか。うん、バッチリ。行こう、朝日ちゃん。はいっす。今のところいい感じ。朝日ちゃんは、あれ、朝日ちゃんどこだろう。あ、そろそろカメラの前に。ゆこちゃん、みんな驚いたって言ってるすか。何、みんなの反応を見てるんじゃないすか。プロデューサーに連絡してるだけよ、終わったって。ふん、調べてほしいっす。さっきのは収録でしょ、放送はまだ先。あ、そうなんすね。みんな超びっくりしてたし、バッチリだったんじゃん。少なくともうちは途中で朝日ちゃんわかんなくなった。本当っすか。マジマジ。途中ポジション超動くじゃん。そこであれって。やったっす、メイちゃんも騙せたっす。
にしても半端ないね。リハまではいつもと同じだったのにさ。まさか本番で見せてくるとか、超びっくり。やっと見せれてすっきりしたっすよ。一人でやってもつまんないっす。この間の屋上も？そうっす。月に向かってやっても面白くないっす。ん？ああれ月に向かってやってたの。道理で変な方向向いてると思った。変だったっすか？あ、やっぱり冬子ちゃん見てたんじゃないっすか？見てた見てた。ごめんって。おお、秘密の特訓。メイちゃんも知ってたっすか、特訓のこと？あは秘密なのにみんな知ってたっす。